恐縮です。すごい、始まったと同時に規制を上げるって、ね、なんか良くないことだよね。雑談しよう。ちょっと最近寝ながら雑談、漫画何買おうかなっていうのをさ、金がね、お小遣いが入ったんで何買おうかなっていうことでね、なんかどうしようかな。誕生日みんなに祝ってもらうか祝ってもらわないかどうしようかな。いや、祝ってもらえるか分かんないけどさ、俺明日誕生日なんですよ、7月5日。何歳になるかは別に言わないし、俺はなんかね、見た目で大体分かるんで、まあ若く見られても老けて見られてもどっちでもいいんで、まあいいんですけど、まあ年とか聞かれるのすごい腹立つんですよね。別になんか、なんでかっていうと、俺はそのエロい絵ってやっぱあれ18禁じゃないですか。なのにそのなんかすごい、なんかあの人たちめんどくさくないですか。なんか18歳以外は 見ないでくださいって言ってるのに、高校生ですって堂々と言っちゃうみたいな、なんかなんなんかね、あの文化ね。俺は見るけどね、俺はその、まあ、18歳以上として今生きてるけど、なんかめんどくさいよね、それで怒ってくるやつがいるけどさ。まあそいつらが悪いわけじゃないんだよね、別に。そういうので、でもなんか腹立つな、全部そういう文化、クソだな本当に。うん、でも俺は別にあの18歳以下じゃないんで、いやまあ18歳以下だけど、一応そのネット年齢はね、まあネット年齢ってどれくらいでも240歳くらいにしておきます。240歳です、7月5日で241歳になります。よろしくお願いします。ネット年齢240歳なんでね、ネットからだったらね、ハワイでタバコも吸えるんで、まだハワイはなんか100歳までじゃないよね。タバコってすごいよね。でもツイッターってタバコだからね、よくよく考えてさ、ツイッターってやってて本当にいいことないじゃん。まあ中には面白い人もいるだろうけど、ツイッター見てていいことないんですよ、なんかね。でももうツイッターは本当にやめた方がいいんだけど、やめれないよね、なんか。タバコだ。じゃあ俺タバコもし吸い始めたら絶対やめられないから、やめます。本当にタバコはやりません。最初の1回がその人生を分けるんですよ。何でもそうだけど、薬物だってそうじゃん。ほんと最初の1回だけを頑張ってやらないようにするんだろうな。でもそれがさ、なんかよくわかんない、その先輩が無理やりやってきたとかさ、そんな犯罪じゃん。なんか無理じゃん、不可抗力だから。そんな先輩にもしね、やれよって言われてさ、やったらさ、それを分かってやらせようとする先輩も先輩だけどね、クズだけどね、普通に。でも俺ももし YouTube で人気になってたら、誠さんみたいな人に、なんか誠さんなんか薬物やってるらしいけどね、なんか。なんで薬物やっちゃうんだろうね。でも一回ちょっと試しで好奇心でやったらやめられなくなるんだろうな。うん、それもあるし、普通にね、なんか。なんで薬物やっちゃうんだろうな。でも分かんないんだろうな。そんだけみんなやってるってことはさ、すごい安いのかな、最初だけ無料とか。それかなんか、なんかの事件みたいにさ、知らず知らずのうちに服用してたみたいな、そういうの全然ありそうだよな。なんかノラクロガム絶対なんか麻薬成分入ってるかな、あれ。食べなくても大丈夫だけど、あれがあったらすごいんで。俺ノラクロガムのいちご味の10円ガムをね、あのいちご味10円ガムを俺めちゃくちゃ好きすぎて、なんか舌が痛くなるまで食うんですよ。ガム食いすぎて舌がめちゃくちゃ痛くなるんですよ、なんか砂糖のパワーみたいなので。過剰摂取しすぎて舌がめちゃくちゃ痛くなるんですよ、あれ食いすぎると。俺3日で50、60個くらい食ったことあるん で1日20個くらい食ってる計算になるんですよ。俺もなんかね、食えるとこまで全部食うんですよ。だからあれ多分俺一歩間違えればね、その詰まって死にますから、ちょ加減を知らないんですよ、ガムの食い方。口の中に詰められるだけ食うんですよ、あれ。ガム噛んで味なくなったらもう一個口に含むみたいな。
あれ絶対なんか喉詰まらすからな。でも10円ガム楽しいからな。お金入ったし10円ガム買おうかな。どう、何読もうかな。それ町読んだけどね、面白いけどなんかより面白くなる作業がめんどくせえんだよな。うん、やっぱ俺ワンピース好きだからさ。でもめちゃくちゃそれ町絶対面白いんだけどさ、それ町を別にそんな好きじゃないから、それ町を好きになったらもっと好きになるような漫画だと思うんだけど、最初からそんな好きじゃないから、それ町はね。でも俺はちょっと前まではさ、単行本のさ、なんで1ヶ月遅れんだよ電子版だけって思ったけど、あれ先生が作業してんだね。なんかめんどくさいね。なんか紙用と電子版用で分けてんだ。頭悪いな。なんか絶対そんなやり方しない方がいいじゃん。絶対頭悪いよね、そのシステム考えてる人。なんか同時並行すりゃいいのにね、紙とさ電子版でやりゃいいのに、なんかやれてないんだろうな。頭悪いってすごい口悪いね。あと電子版やらない人何あれ、ムカつくな、変なこだわり持ちやがってジジイが。ほんとジジイってムカつくよな。いや、あのさ20世紀少年のジジイとかさ、スラムダンクのジジイとかさ、電子版やらないじゃん。でもジジイは頑固だから、もう無駄だよ。あいつは死ぬまで、死んでもやらねえよ絶対。俺が死んだからって電子版するなよっていう遺言で死んでいくじゃん、そういうやつらって。マジ腹立つな。初めの一歩のジジイもさ乗せてくんないじゃん。すごい言い訳するじゃんジジイって。なんかで2つ用意すればいいじゃん別に。なんでそれをしないんだろうね。いや、そのなんか紙の手触りとかそういうの知ってほしくてとかじゃなくて、ジジイがよって思って生きてます。うん、老害ですよね普通に。俺はそのなんだろうな、貴重面っていうか、なんかね、多分生活の性格の問題なんですよ。漫画読むときってこの折り返しの部分が俺世界一嫌いなんですよ。あのネタバレになりますけど、キングダムね、まあネタバレのになりますけど、キングダムがね、でシンがすごい一撃やるときあるじゃん。そういうとき見開きがさクソなんだよ。ほんとあれ腹立つよな。あれに俺すごい怒りを覚えてんだけど、電子版だとそれがさ全然ないわけよ。だから俺は電子版が好きなんだ。そこをしっかりと修正してもらってね。電子版の悪さってそこだったじゃん。なんかよくわかんない白い線が入ってるみたいな。あの7つの大罪も入ってんだけどね、マガジンの方は。あれ多分単行本買ったら修正されるんだろうけど、あのちょっとずれるんですよ。あれムカつくよね。うん、でもそれがもうつなぎ目なくていいって事実すごくない？もう技術がそこまで進歩してるっていうかさ。でも電子版やらないジジイもやばいよな、なんか。20世紀少年だよ、場所取りたくないんで俺。漫画もいっぱい買ってるけどさ、俺今買って漫画買ってんのはさ7つの大罪とワンピースなんですけどね。キングダムも俺紙で買うことになるかもしれない。嫌だな、絶対紙で買いたくないな。でも紙で買いたくない、ね、紙だと読む気しないんだよ。めんどくさがり屋なんで、ただでさえめんどくさがり屋な人間が紙なんていちいちこう入れる作業なんてね、これ良くないと思うな。うん、でも紙もいいのかな別に。なんかすごいムカつくんだよな、ジャンプのさ紙版色がキモいじゃん。なんかめちゃくちゃキモいじゃん。なんかさ、なんで色の紙使ってんのって思ってさ、白にしろやもうちょっとめちゃくちゃ読みづらいんだよ。ジャンプのその紙版、電子版になりすぎちゃってさ、あれマジで腹立つね。変ななんか色が見つかってんじゃん。気違いって言うの、アンチじゃん俺。あれ超嫌い。
なぜ、なんでそんなことするの、読みづらくするのって思っちゃう。読んでほしくないのかって思っちゃう。いやでも絶対なんか理由あるだろうけど、俺はあれ見て、あの読みやすいと思うことみじんもないです。それだけ読みやすいんだよな。なんか再生紙でも使ってんのかな、リサイクルか。めちゃくちゃ喧嘩口調だな。でもなんか理由があるんだろうね、物には何でも理由があるからさ。まあその理由を俺が知らないだけで、納得する理由かどうかは分からないけど、何かあるんだろうな。いやめちゃくちゃ腰痛いな、やば。じゃあおしまい。